い、こんにちは、レトスの小野です。8月18日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試の値上げまであと2日となりました。早い段階で実力の上がる勉強を行いましょう。今からでも実力は上げられます。理解学習を実践できれば。理解学習実践できないと実力って上げるのなかなか難しいんですね。なので理解学習が実践できれば実力を上げることは可能です。で、市販の予想模試だとなかなか理解学習ができないんですね。まあ、自分自身で専門書だったりインターネットを使いながら専門的なサイトで調べることができれば理解学習は可能なんですけれども、そもそも何を調べていいのかわからない、まあ、何を理解しなければいいかわからないってことですね。またどれくらいの深さまで理解しなければいけないのか、これがわからないとなかなか理解学習って実践できないんですね。なので何を理解したらいいかわからない、またはどれくらいの深さまで理解すればいいかわからないという方は、ぜひ予想模試ご検討いただければと思います。弊社の予想模試の解説では、ここでいう理解学習を実践できるためにもうそのような解説にしております。なので市販の解説と比べて調べる量も格段に少なくなりますので、今からでも短期間で実力を上げることが可能です。今年の合格を目指している方はぜひ弊社の予想模試ご検討ください。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからお申し込みいただければと思います。では本日の3問に入っていきます。 A が所有する高建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は高建物を C に賃借し、 C が占有しているときに工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。B は瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償した C は B に対して求償できる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ、丸ですね。状況としては、まあ、前回とね、同じなんですけども、所有者 A が、請負業者 B に塀の設置、これを任せたわけですね。で、設置しましたよと。で、A さん、所有者 A は、高建物及び塀を C に貸しましたよと。まあ、こういう状況なんですね。で、塀が崩れて D が被害を受けましたと。で、この被害について C さん、占有者 C が D さんに全額賠償してます。で、この請負業者 B っていうのは、瑕疵を作り出したことに過失があるって話なんですね。B さん過失あります。このような場合、賠償した C さんっていうのは B さんに対して求償することができるんですね。つまりお金を払った、賠償したからその分払ってくださいね。 B さんが瑕疵を作り出したってことは B さんが結局は悪いわけですよね。だから賠償した C さんは B さんに対して後で請求することができますよということです。なので丸になるということですね。で、問2ですね。罰則です。高県知事免許を受けている宅建業者 A が正当な理由なくその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、 A は高県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。丸か×かという問題です。答えはこの部分ですね。100万円の罰金刑を受けることもある、これが誤りです。今回秘密を漏らすってことは守秘義務違反ですよね。守秘義務違反をすると監督処分を受けるとともに50万円以下の罰金刑にも課せられます。つまり監督処分っていうのは業務停止処分なので、まあ、この部分は正しいんですね。ただこっちですね、50万円以下の罰金刑を受けることはあるけれども100万円の罰金刑を受けることっていうのはありません。よって誤りだということです。で、この罰則についてはこの覚えるのすごく大変なんですよね。なので個別指導ではこれについてどのように対応するのかもお伝えしています。効率的に勉強すれば宅建は一発で合格できますので、ぜひですね、一発合格したい方は個別指導ご検討ください。で、問3ですね。市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。丸か×かという問題です。答えは、許可を受けなければいけませんので誤りですね。許可を受ける必要はない、これは誤りです。市街化区域内の耕作目的による農地の取得っていうのは3条許可が必要なんですね。届け出だけで良いという特例は適用されません。届け出だけで良い特例っていうのは市街化区域内の特例なんですけども、これは4条5条だけなんですね。3条は含まれないんですよ。
なので3条は原則通り3条許可が必要だということです。で、なんで、この特例3条は適用されないのか。これ理由付けをして頭に入れると本試験で迷っても答えをその場で導けるようになります。で、この理由付けが理解学習の一つなんですね。なんで上記の理由については個別指導で解説していきます。丸暗記学習では本試験で頭が真っ白になって混乱する可能性がありますので、そうならないためにも理解学習ぜひ実践しましょう。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。